はい、どうも皆さんこんにちは、三浦です。妖怪ガシャというかあやかしコイン回していきます。今回は15回かな、いや違う、18回だ。18回回していきます。まずは元祖、グレー。あ、え、あやかしでそれ出てくるんだ。あ、ジョロウグモ、ジョロウグモ、これ嬉しいかな悲しいかな、どっちだろう。ジョロウグモ、これはね、山吹鬼を解放するときのために、確かリスナーさんからお借りしたんですよ。自分でゲットしたの初めてかな。わわわ、これ出てくるんだ、ジョロウグモ。いいね、いいね。2回目は金。お、連続で妖怪。ヤドコウモリ。A ランクかな、ヤドコウモリ。おっしゃ、ガンガン回そう、ガンガン。3回目。グレー、銅のこけし、いいよ、お金足んないからこけしでもいい。これは完璧、黒。ジョロウグモ連続で出てきた。そんなにジョロウグモが出てきてもしょうがないんだけどな。ジョロウグモ、ジョロウグモはさ、これ S ランクだよね確か。あ、 S ランクだ。なるほど、多分土蜘蛛よりも若干ちょっと強いぐらいかなっていう感じか。5回目、赤だ赤。あ、結構妖怪来るね。骨美人、骨美人は本当によく出てくる。骨美人、さて、元祖はね、これ最後1枚になってしまった。さて最後金。あ、まだ妖怪。あー、ヤドコウモリダブった。さてさて、今回はっていうか今度は本家の方。回していきましょう。6回。まだ宝石には出てないんですけど、コインが18枚あるんで2体ぐらい出るんじゃないかな、宝石には。逆上魚、これも結構たくさん持ってるね、逆上魚。逆上魚、さてさて、ガンガン回すか、ガンガン。2回目、赤。ああー、でも結構嬉しい嬉しい嬉しい。お金がなさすぎてね、この受験のなんとかシリーズっていうのほとんど売っちゃったから、うん、嬉しいな。よかったよかった。3回目、ほい、黒カプセル。お、妖怪来た。あ、
大ヤモリ。あ、そうかそうか、さっき元祖の方でなんだっけ、土雲じゃなくてジョロウグモか、ジョロウグモが出てきて、本家の方だったらこの大ヤモリが出てくるんだね。大ヤモリ、よしよし回そう、4回目。紫、経験値玉、宝石にゃん来ないな、あれおかしいな。ん、赤、赤赤赤、あ、ひょうへんな、これも持ってんね、ひょうへんな。さて、あとコイン1枚だけになっちゃった。ん、どうだ、あー、表現な2連続さて、最後に新打ちのあやかしガシャを回して今回はおしまいにするんですけど、その前にこのギアマンドクロ、さすらい玉、なんだろう、お、経験値玉、嬉しい。今ね、このマスクドニャンたちのレベルを上げてるから嬉しい、結構経験値玉は一番嬉しいかもしれない。待て待て待て、回しちゃダメ、回しちゃダメ。あー、やられた、マスクのにゃー。よーし、まだマスクドニャンレベル99の、レベル99にするの結構時間かかりそう。よし、じゃあ早速あやかしガシャ回すか。もうすでに12回あやかしガシャ回してんだけど、まだ宝石ニャンが1体も来ない。紫、経験値玉か。経験値玉が出るぐらいだったらこけしが出た方が嬉しいんだけどね、お金がとにかくないんで。お、赤赤、とどろき獅子、とどろき獅子か、持ってるねこれも。さ、3回目。金、金きた。あ、あれ白壁って出るんだっけ。あ、そうだったんだ、白壁、白壁、白壁。まあこいつはランダムバトルで結構使える妖怪なんで、ランダムバトルで活躍してもらおう。グレー、グレー来た。ミニ経験値玉こんなのも出るんだ。今までの中で一番残念なアイテム。
やばい、なんか今回宝石にゃん全然来ないじゃん。あー、受験の袴、嬉しい嬉しい。でもこれは嬉しい。さあ最後、あ、ようやくダイヤニャンが出てきてくれた。結局18回回して宝石ニャンが1体だけっていうね、結果になりました。まあ、前回の動画でこのあやかしガシャを12回回したんですけど、その時はね宝石ニャンが3回出てしまったんで、そのせいもあるのかな。前回の動画で宝石ニャンが出すぎてしまったんで、今回でちょっとまあ調整できたっていう感じか。まあでもとりあえず1体だけでも出てきてくれたんで嬉しい。ダイヤニャン、はい、ということで、今回はあやかしガシャ、宝石ニャンが出る方のあやかしガシャ18回引いてみました。ですね、福ガシャを何回も回すっていう動画もやってみたいんですけど、あれはいかんせんちょっと時間がかかるんでね、動画として出せるのはかなり後の方になるかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。